はい、引き続きですね、今度はモンスター X のサージが大体どれぐらいなのかなっていうのを調べようと思って、まあいろいろつないでいます。で、これが EF デルタの、これこの充電が UF デルタで、まあ多分1000ワットぐらいいってるのかな。で、これが、モンスター X なので、モンスター X はAC からの充電は400ワットぐらいだったかな、はい、だけど1500ぐらいいってますね。で、これとこれはドライヤーで、これはあの小型のヒーターなんですけど、まあこれは電源つけてません。で、これをねちょっとね電源つけてみようと思います。で、まずこれいってみます。ヒーターいってみます。今弱ですけど、あ、どうだろう、あ、弱だと全然、あ、そんなに使わないんだね、電力を。あ、高くなってきた。あ、だんだんと電力が上がってくるかな。温めとけばよかったかな。まあいいや。はい、これで今、モンスター X の定格が、2000ワット、サージが3300ワットですけど、今2000超えました。増えましたね。暖かい風が出てます。これちょっと強にしてみましょうか。あ、オーバーロードしちゃった。ダメだな。じゃあ一旦これ切りましょう。どれを切ろうかな。これを切りましょうか。モンスター X の電源を切りましょう。もう一度試してみたいと思います。はい、でこれ今ヒーターが動いてますし、EF デルタの、容量も上がってくると思います。あ、すごいな、これ2000ワットいきそうですね、これだけで。 EF デルタとこのヒーターだけで2000ワットいっちゃうな、これ。あ、すごい。じゃあこれドライヤーつけちゃいましょう。あ、ダメだ、オーバーロードしちゃう。3300あるかな。なんかもうちょっとギリギリ前できたらいいんだけど、なんか3300ワットない気がするんですけどね。まあわかんないや、サージって一瞬だからね。だけど2000ワット、逆に定格2000ワットまでは使えるんだなっていうのはよくわかりましたね。あとはやっぱサージじゃなくて花瓶なんじゃないのかな、自動保護装置が。お、危ない危ない、落ちちゃう落ちちゃう。はい、ということで結局サージの件はわかりませんけど、まあモンスター X でエアコンを動かすのであれば、おそらく今の自動保護装置だと動かないんじゃないですかね。だから旧型モデルから交換を求められた時に交換に応じなかった人はエアコンが使えると思います。私も旧型モデルはエアコンたの、あの試しました。で、その時動きましたからね。なので、まあ満充電になってファンが止まるようになったのは良かったんですけど、エアコンが動かなくなってしまったっていうことですね。以上になります。